Good, good, right? 皆さんこんにちは ZAN2023 前期壇王決定戦予選9回戦の模様をお届けいたします実況を引き続き私ヨウいうと解説に加藤さんよろしくお願いします はいというわけで、えー、長かった予選も残り2戦というふうになりましたが、えー、まずはポイント状況の方を確認していきましょう今回の対局メンツといたしましてははる、えー、打つということになりますで春さんと宝子さんが最終戦和吉さんはこれ含めてあと2回ある。 といっった感じになっておりますポイント状況画面に出てると思いますが、えー、まずはこちらのポイント状況を見ていかがですかそうですね波瑠さんがもうあのこの回で、えー、と最後になるので,で、はい、現時点で、えーとまあ、ビサではありますけど最下位なのでこの回はあの必ずトップが必要になってくるかなと思います、うん、そうですねはいでキシ、まあ、さんも、まあ、あと2回あるとはいえあの まあ、マイナス1ポイント差で、はい、あのマイナストータル今マイナス24なんで、まあ、こちらも、まあ、トップ取りたいよというのもあってで宝コさんはまあ受けば大丈夫かなっていう感じ二2着以上で、まあうん、受けば大体大丈夫かなと思うんですけどまあ大きいラス引いちゃうとうですね飛んだりすると,とまずいですまずいですね、はい、最終戦は食らえる可能性があるよといった感じになっております、うんえー、それではですね選手、えー、の皆さん準備ができましたら入場よろしくお願いします はいまずはチーチャスタートの春選手これが最終戦です負けられない戦いになりましたナンチャスタートに宝庫選手シャチャスタートに和吉選手以上の並びでスタートになります株式会社 d4c では麻雀好きな美容師を応援しますまた老人ホームへの訪問美容師も募集しておりますザンリーグへの参加負担及び リーグ戦のための休日も取れます詳細な条件はリジョブを検索してみてくださいご応募はツイッターまでよろしくお願いいたしますさあ対局スタートしました残亡決定戦予選9回戦ちいちゃは春選手で、えー、当院局ドラワー q でスタートしましたおおおお3倍花を抜いているぞ春選手ダブトンと白が統一ですか なんとおこれはいいですねかなりいいハイパイを手にしたか第一打はドラの Q1 からまあ当然あのトンと白は泣いていくんですね波 <laughs>、はい、さんのスタイルからすると、うんはい、そしてなんちゃの宝庫選手なんとチュンが役杯で統一になっています一吉選手はおいいペーコができていいシャンテンだめちゃくちゃいい形ですね <laughs> これはぶつかりそうですね <laughs> 確実にぶつかりますねはい 春、和吉、トップが欲しい両名が、トン一局からぶつかるということになるか。これ、あれですね。ああ、もう動きましたけど、はい、あの、和吉さんのシャンテン数、手の進行動いがこんなに早いと思ってないと思うんで。天敗ピン、緩賛品。うん。だからだとなと、宝庫選手は、飛車重なって、これはいい手に見えますが。そうですね、本一に。 行くと、まあ、あの、賛否打つことはないんでしょうけど。はい。あ、でも、これ、き、うん、来ましたね。まあ、本一ですよね。うん、あ、リーチに行きました。あ、白ポッチ見えてないんですよね、これ。なるほど。しかし、白ポッチは、春選手の手配の中。でも、これ、春さん、苦しいですよ。リーチ受けて苦しいですね。一発目、に何を選択するか。ただ、絶対トップなんで、はい、降りるはないですね。 絶対に行くならば、うん、積もられてももうダメなんで、うん、一瞬間受けるかもしれませんが、はい、まああのベタ折りは絶対ないと思いますこれは別に降りて白切っただけじゃなくてこの後押し返す白ですねそうですねさあそして和吉さんの換算ピンがここに一枚吸収されましたが残り三枚山に残っているようですまだ、あ、全然積も上がりの可能性もあるんですねそうですねあこれ押しますよ 何をしますかいやリャンソ巣がトンじゃないですかねでもなんかリャンソ巣いきそうな気がするんですけど僕もそんな気がしますンポンポンポンしたいですよねそうですねただ卵ーポンでもいいって考えるとトンかああなるほどタンヤオでもいいそうですね宝庫さんの資格見て宝庫さんがトン持ってるかもしれないとかその辺も考えたかもしれないですねなるほどなるほど、うん、もちもちのケースがあるさああ卵巣 どうするか来ましたねこれはいい選択になりました2面と3面ちゃんですが9層は役なしまあ2面2面のいいシャンテンといったところでしょうか9層、うん、が2枚入れなんで、はい、まあそこも込みでっていうことかもしれないですけどまあいずれせよ折りはないんでね折りはないですねうんどうだリャウーピン・サブローソウ 9ピンは通ってませんが、うん、いきます3ピンが方庫さんに流れて1枚減って残り2枚 2> ああトまあこれはでもしょうがないですねまあリャンゾーを切ってますからね、うん、そうじゃなければ、ね、さあテンパしましたこれはいかないと思いますねウーピン切らなさそうな気がしますうん飛び出すクラスはきついって言ってた方庫選手 現在のポイント状況を加味するとどうだ打点はチュン赤の2,000点かこれウーピン2人に危ないですからね<あ> 2>, 2人に危ないった完全にもうこれ全面勝負ですね潰してやろうとリャポンポされてるんですよそうなんですよ結構結構勝負ですねリスキーな勝負してますね、えー、これねそしてはうわー<ー>強すっ 1, 3, ですかはいか、はい、わしましたあれ飛ばなきゃいいよねって言われてる状況でウーピンこれあれですねこの打ち方は、はい、もうそもそもの発想が、はい、あの残留というかその首足切りを逃れるためではなくて、はい、あの決勝で優勝すること考えてますねこれなるほどもうあの視野はもう優勝するぞといううん、うん、それで飛ぶんだったらもう、ね、そうですね、はい まあ、結局、優勝以外にあの、まあ、意味がないというか、まあ、あの皆さん、優勝目指して打ってらっしゃると思うので最終的にはそのどうやって優勝するかっていうところを視野に入れてというか、はいはい、考えた場合はこの打ち方になるのかなと。いや、素晴らしいただハートは相当強いですよこれそうです、ね、どうしても決勝に行きたいっていうね,そうですねありますよね、そういうの。 安全策というか、はい、を考えると <laughs>、うん、絶対無理なんですけど <laughs>、うん、さて宝庫選手親番でダブトンとチュンが統一です和吉選手がいいシャンテンになりました春選手もいいシャンテンになっている そうですね、あとまあ視聴者の方にあのこれまあ見ていただく時にあのまあ気をつけていただきたいとい、まあか考慮していただきたいのは、はい、あの通常のリーグ戦のマージャンと違って、はい、あの決勝戦なので、はい、あの皆さん優勝を目指してやってますよろん,もちろんそう。そこがまあ通常のマージャンと結構違うという。うんうん まあリーグ戦とかだったらね、まあ、あの何着でもいいだろうみたいなあのまあ2着でもいいかみたいな話も出てくると思うんですけど今回はトップ必須と言っても過言ではない2人が卓についているとだから普段だったら、まあ、切らないような範囲も当然切っていかなければあの優勝そうですね、うん、そうなんですよ、はい、さあダブトンポン入りました天敗に取るかどうかまあ取りそうかな取りますね、うんうん、はい甘露宗待ちこれが1万2000点あります 層山に2枚残りんとカンパー層には買えない買えないですね打点が6,000点になるのと相図の下伸びがあるので、はい、これは買えないと思いますねうんこちらの方が変化が多いですからはい、うん、ただ三蔵切っちゃってるんですよねあそうなんですねええー、まああるとしたらウーピン引きからの相図重なりのっの,のっていう感じになりそうですねまあまあ手代わり変化ですかはい 三郎ピンウーソーとかまあそういう変化をした時にやっぱりガンでいた方うがっていう感じですかです、ね、あっとくっつきになったぞこれはしばらくこの形のまま,のま,あまあもちろんそうですねはい。ーリーチだリーチだスッチーソー待ちさあしかしこれは春宝庫両名ともに降りなそうだぞ春さんは降りないでしょうね2 <laughs> ン1ン発目裏筋超危ない いやもうこれはいかざるをえないんで状況が特殊なんで<っ>いやこれはこれはやめるはあります三ソフリテンうん行く一発だリーチ一発ピンフ赤が3枚で1万2000点の1枚ですこれはあれですよちょっと雲行きが怪しくなってきて確かに確かにあれ飛ぶんじゃねみたいなそうですねうんまだねまだ分かんないですけど余裕はありますけど まあでもあの初めに言った通りあり決勝で優勝することを目標に打ってらっしゃるっていうことだと思うのではい、うん、決勝行くだけだったらあれ絶対押さなくていいですもんねそうですそうですそうですさあ親番和吉選手ちょっとハイパイが面白い形3局ああ宝子さんカンパスを入れて花が2枚何を持ってくるかチュンとシャーかー。<laughs> 持ってきたがあまりしくないですね <laughs> 非常にきついです <laughs> さあこれ面白いですね3品4枚使いの和吉さんはあの先ほどあの冒頭で言ったようにマイナス24枚なので、はい、まあこれもトップ是が非でも欲しいんで天敗そうですねリーチいくあじゃまだあリーチですね、うん、これ和吉さんはちょっと外すワンチャンあるけど<ン>あっいった,いたー いや、これどうっすかね。これはちょっとなんかスタイルですよね。そう、和彦さんのフォームですね。ええ <A>、はい。ちゃんとしっかり手を作って <laughs> 引き戻した。いやい<た>、さすがに迷ってたんでしょうね、ご本人も。うん。うん。 これは、あれですか、別に引き戻したから行ったとかじゃなくて、9ピンが3枚見えたからとか。もあるし、はい、あの、やはり、まあ、これ以上闇手にしとくわけにはっていうのと、あと、当然、白ポッチもありますから。うん、はい。敷ける前に。そうですね。<laughs> まあ、あの、ゴーにも結構、まあ、打ちながら選手って当然、葛藤があるんで、ええ <A>。まあ、その結果、そうした方がいいっていう判断でしょうね。はい。一順ごとに状況が変わってきます。さあ、宝庫選手、おやり受けて安牌がないぞ。 じゃあもう, <laughs> もう基本的に全部攻めるスタイルですね本郷さんはんあンパイないんでねしょうがないか、うん、でもこれパーピンが出る未来もあるかもしれないこれ花さんだしかなりいくと思いますよいきたいですね場合によっては花あーウーピン取ったこれはうっあ大っ大したら2射点大したら2射点ですい、ね、いピン現物いやこれいきますねあ無視あローピンかもう無視だ二人目が来る前にあ,あ花さん花よ来た これで全部押しです。全部押しですね。はい。しかし、パーピンがどうだという話。あ、衣ーソーのポン。ポンテンポンしたあ、スッチーソ装ですかまあ、ポンテンだからさすがに取りましたか。大漫ですからね、これ。そうですね。四花もいるし。イーソー行って、さあ、パーピンが発射台だ。これは、スッチーソ装が勝つか。はい。ほこさんのツモ次第なんですけど、これ、パーピン。ーいやー、パーピンだあ、これ補充だ。これは出ますね。これは補充。さすがに。これは打ったな。

背筋に汗が浮かんでいるか。ああ、カズキさんいいですね。うんうんいいですね。ドラガロオーソー、ピンズとソーズでメンツがあります。サールさんは花を二枚抜いて。お子さんは花一。そうですね。あのカズキさんあのシャンテン数的にはあのそうでもないんですけど。はい。結局あの。 連続系ででががった形が多いんですよねだからの横に伸びやすいんでシャンテン数進みやすいし進んだ時に後継残りやすいっていうのもあるし、うんはい。他の方はあの結局チートイツみたいな感じで、まあ、あの分断されてるんで、うん、あのシャンテン数が進みにくいんですよ、ね、あ,あシャンテン数が進みましたいいシャンテンです波さんもでもさっきパーソ入れたんですよねこれあそうですねこれでこうなるとウッパーピンとパーソのいいシャンテンとはいこれはぶつかりそうな感じがあります どちらが先手を取るのかっていいうう感じです、ね、はいそうですすねねはそちょっと薄めかウッパーピンウッパーソお子さんはもうすでにこれ結構受け気味に打つんじゃないかなある程度広げといてですかあこれでポンもできるようになりましたね一吉、うん、さんははいうんあんこった もう決勝モードなんで結構手広いして打ってきそうですけどね、はい、じゃあシャーってことですかっていうことですよね<ー>これそうですねなかなかね初めての決定戦でこの舞台でリードしてる状況で、うん、うわすごいこの最終戦を迎えて優勝するために打つっていうのはそうですね、まあ、ハートがなかなか強くないとねそうですね これハルさんのウッパーピンが結構苦しくなりましたねううん、そうです、ね。六枚持ちですからここお<ー>追いついたこれはリーチだ高いぞこれ二人ウッパーピン殺されてる格好ですか <laughs> はいなので,ついです、ね、相当厳しいしかも追いついたとしてもウッパーピン残りの場合はコ、はい、コさんウッパーピンもアンカンできますからカ <laughs> これは厳しいですねこれは厳しい先にウッパーピン引いたらといった感じになるかだともう一気に形勢逆転するかもしれないですけど、うん、さあここは白で回っていきます和吉選手まだあの例の白ポチも残ってますからねああそうですねっていうかスッチーソーがーあースッチーソーが残り3枚ですかね 3、4、5、3枚ですね、はい、相も、はい、上がりも十分あるが、春選手や和樹選手の追いつきも当然ありそうな山の状況となっています、ウッパーピン引ければ大チャンス、1枚ずついますよ、うん、うん、通ってない、チーピンだけか、その、シャンテンス維持で耐えられるのは、もう受けましたね、アンシャンテンに戻します。はい やっぱウーッパーピンがここまで引けないとっていうのはあるのかもしれないですねああまあちょっと感触悪いぞとそうですねまあ順目も順目ですしね、うん、さあしかしこれはいった9ピン、うん、まあ波瑠さんのそのなんていうんですかゲームの展開読みというか、まあ、この辺りで引いとこうみたいなバランス感覚っていうので、はい、まあそろそろ折りだなっていう感じじゃないですかねうんあ積もりましたリーズも赤4 ドラ、花、8本俺から3枚乗ると3倍満なんだ来た,たー来たーこれは方向これはいいっすか、当格でいやいや、これは相当大きい。6枚が相当大きいですから。ええ <laughs>。素晴らしい上がりになりました。2> 他2人からしてはたまったもんじゃないですけどね。そうですね、トップ取りたいのに。<laughs> トップ必須の人タイですからね。はい。これは苦しい。さあ、難入です。 これ春さん最後の親ですよねはいもう100%攻めるしかないっていう状況ですねそうですねもう降りたらまあ敗退確定という感じだと思いますはいさあではその敗退どうでしょうか和吉選手がまず鼻2枚抜いて落とせない親番はる選手チーピンがあんこしかしここが、うん、素晴らしいドラのウが2枚あって形もいい やっぱりその方子さんあの何でしょう対局っていうか戦う姿勢がねそうですね崩れないっていうかはい,はい素晴らしいなと思いますうんこの半チャンで宝子さんがトップ取るようなことがあれば現状30何枚勝ってるワイヤマさんを抜いてトータル首位に立つかもしれませんそうですね で面白いですよね。あの別にその絶対トップじゃなくてもいい。人があの保護さんより。あの他の二人より攻めてるんですよね。そ、はい、うですね。えー、本来あの逆なんですけど。はい。さあ、これは。イーソーを切って。まあイーソー切るか三ン切るかっていう感じだったんですけど、まあイーソーのを切りましたね。はい。これでウッパーソー、ヤングーピンと関数ソウなどなどのイーシャンテン。 他の二人がちょっとまだ形苦しいんで、うん、あ、四枚目の中ピン引きましたよ。<laughs> うん、これは三ピン四枚使いがいて、あ、ああこれどどっちでどれで、まあでもそうじゃないですか？さすがにね、はい。関数層には受けないと思うんですよね。ねあとはリーチかダマか。三枚使いの罰そうなんで残り五枚と。うん、はい。 で関数層にはしないですよね。はい、そうですね。うん。うっパに受けて、先制リーチになりました。ここに二枚、ここに一枚、自分で三枚、残り二枚。まあ闇手にするパターンがあるとしたら、ピンズが伸びた時のピンズの変化系なんですけど。はい、まあ伸び方によっても、イーピン打っちゃってるんで、振り手になる可能性あるんですよね。なるほど。うん、で、あらばリーチと。そうですね。佐藤だ。二枚いるぞ。和吉さんも押したいけど、うっパソ。あ、これまず、まじ。全に浮いてしまった。 これまずいです、ねまあ、うん、打たないっていうまあ親じゃないんで和輝さんはあとまた次もありますし、はい、打たないっていう選択肢はあるんですけど、はい、春さんはもう100%いきますからね春さんは落とせない親番白ポッチは切れてますねはいあああこれはいってしまった、うん、リーチ赤さんドラドラ6本俺からこれまたリャンピンとかいたらあおぶね <laughs> かすりましたねかすりました羽万です1万2,000 これではるさ,さんは親が落ちたこうなったら宝子さんは多分突き抜けに行くんですよねもっと稼ぎに行くと思うんですよもう心配ないですもんねそうですだからもうやりたい放題なんですよねこうなるとえー、2>, 2人は条件がありますからとなるとかなり宝子さんにとっては稼ぎ番もう本当にここでもう何なら2人飛ばしちゃおうぐらいのはい感じになりますね さあこの9回戦どのような結,結末を迎えるか宝子さんは9万頑固でかなりまとまっていますそして親番の落ちたはる選手も2面つ花1枚はるさんとしてはどうですか親落ちちゃいましたけどまあトップは必須だから今何点差ですか3万1000点差ですね,ですねあー 羽根つも羽根つも,も,もか、うん、まあ倍つもしてっていう、はい、最後、まあ、もうちょっと条件緩和するとかやってみて最終戦の結果次第でいけるかもみたいな、ね、ただまあいずれにせよトップが必須は間違いないんで、はい、この素点は絶対まくらないといけないいいとけですねそうですね、うん、さあ春さんいいシャンテンです和樹さんはまだあの最後もう一回打てますからね そうですなんで別にあのもちろんそトップがいいんですけど 2>,、はい、あの2着でも大丈夫ですっていう感じです、うん、さあウーピンを引いていそう,もう結構あの赤とかドラを残す打点寄りの打ち方してますねカズ、ね、さんねうんまあ条件がもうあるんではいカズ吉さんはおウーピンがダブってでもまだ形的には苦しいかあなんでこれもうそうですねこういう感じですよね<あ>もう 今イースーチースをフ振り点とはいえできましたがもうピンズのスーピンとかを引いてさらに高くするっていうピンフニーペコもつけてみたいな感じの手組みを狙ってる感じですねはいとにかく狙える役はすべて狙っていきますうんうんうんそしてやりたい放題の方向選手いいシャンテンですイースーチースを受けこれテンパったら立チですね立チでしょうね,うねもう確実に稼ぎ時なんでええ そして和吉選手はチートイのいいシャンテンです。数層を切るか、e、い層を切るか。うん、あ、キューピン切りますか。キューピンを切るか。なるほど。キューピンが倍チー。あれですかね、あの、誰かの切り出し見て、あのキューピンがもう使われてるとか、その辺ですかね、読んでるのは。うん 多分山読みは絶対ねしてると思うんであとソ層三層が1枚ずつ切れてるんで、はい、安全度で言ったらイーの方が安全だから、うん、まあ残したっていうこととまあ両方かもしれないですねはいさあそしてローピン引いてハルさんがウーピンのくっつきシャンテン宝コさんテンパらないんですよねそうっすね <laughs> ちょっと薄いっすよね薄子いそうなんですよ嘘引いたが メンツ手ではいまだンテンチートイツのいいテンでどうするか急ぎりーチートイツもそうですけど単ヤも見た形ですねうんローソーこれはドラださすがに先,切先に切りますかさすがにいやいやさすがに切れないと思いますねこれローソーいや初打つんじゃないですかまだ、あ、何かあったら9万切ればいいんであああなるほどなるほど9万は倍1なんでも100%安倍なんではいはい どうなりますかね、これ。どうなりますかね。イいシャンテの幅として広いのは、まあ、春さんのくっつき。ですが。あ、これ、ちょっともう先切り考えてますか。ローソーの。はい、あの急走が二枚飛んでるんですよ。ああ、じゃ、もう。はい、だって急走の重なりはないので。はい。あるとしたら、あのローソーの重なりだけなんで、暗黒重なりだけ。 うん、さて転廃しまし,たしました、ね、シートイースーソーかウーソーウーソーがドラ表示敗スーソーはションパイ一吉さんならスーソーにしそうです、うん、な気がしますが僕もそう思います,す、ね、はい、はい、スーソー短期でリーチにいきましたそしてパーソーかこれは切っていくスーソーはどうですかあっおいつもいいこれリーチですねいやこれリーチだはい 別にあの、今ここで打っても大丈夫なんで、はい、リーチです。はい、これはリーチですね。これはリーチだ。どうだ一発目、E ピンです。E 相ってある。あこれいきますか。ああ、これもいきますね。これ何待ちです 2>, ?2 ピン切るとサブローパーピン。サブローピンパーピンか E ースーピン、3ピン切って E ピンするかどっちかですが、サブローピンパーピンにしそうですね。そうですね。はい、の安全度としても、 両面の方がなんかそうかな。さあ三面ちゃんで追いかけり椅子です。三人ぶつかった。これはサブローピンパーピンが強そうですが。結構強そうですね。しかし椅子そうだってもちろんいますよ。うん、そうですね。だって数層二枚。どうだ。春さんは？白白ぼっちは切れている。さあやりたい放題方向。数 <laughs> ピン？ああ<ー>。抜ける。抜けましたね。 決着は必ずつくでしょう,うどうよイー、e、ピン誰が勝つんだ誰が勝ちますかね誰が勝つんだ決着は絶対つく G ピンはけかすっるかすりすぎ、ね、あダブロスーーダブル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 ダブこれはルダブ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  1万2000点とそして一吉さん選手がリーチ単ヤをチートいつイツ赤赤花花倍んですか倍万ですでこれは、えっと、親が頭跳ねをしてる状態なので連チャンの権利は引き続きう子さんにありますはいはい何2局一本場 これで残念ですけど、ハルさんがかなり苦しくなったかなという気がしますね。ええー。はい。ここからは、薬満クラス。そうですね。逆にもう、あの、宝庫さんは本当にやりたい放題。もう今、絶好のチャンスです。そうですね。ハルさんが、あまり上がりに来ない状況で,で、はい。そうですね。できる。あ待って、中連じゃないですか。まだ早いですか<ー>まだ早い,まだいまだ。まだ早いか。 でもそううい状う況、はいねはい、だから仕掛けて親を落とすとかやっても意味ないんでもううで高いい手を作るっていう状況ですね、はい、そして和吉選手はチートイツイーシャンテンおスーアンコウもあるかもしれないぞなんかあれですねソーズとピンズで色が分かれて面白いですね、はい、ああそうですねぶつかりそうですね親の方向さんはソーズだし、うん、でまあ和吉さんは中間でチートイツみたいなはい、はいはい <laughs> 中中間が一番困るんすけど連何引けばいいのウーピン、ローピン、ウーピン、ローピン、リャンピン。リャンピン。もしくはウーピン、ローピン、イーピン、引いて、リャンピン待ち。はい。リャンピン先に引きたいですね、ドラヒョウに出てるんで。あ、そうですね。まあ、大車輪とかも、あ、でもこれ、テンパっちゃう。これ、スーンコいいシャンテンですよ。そうですね。リャンピン上がらないですか、これ、出ても。上がらないでしょうね。上がってもトップにならないですもんね、これ、全然ね。 約万のあの5枚オールが大きいので、はい、上がらないはあると思います春選手超同級のテ敗が入りましたあしかし方向3ん3増3ピン数ピン重なってもえっ、ー、と積、はい、もり数ンコの天ンですしはい4枚目のあ E ピンも出てますかあそうですねじゃチーピン持ってきて数ワンコ短期とかそうですねそれでいきましょう、はい そして芳子さんのペン三蔵がが4枚山にいるので掴んだら終わりーゲームセット,セットここで9回戦終始攻め続けました芳子選手が1万2000点本一赤ドラを上がって飛び賞の2枚を獲得してゲームセットでございます2着に一吉選手3着に春選手以上の並びで終了いたしました さあ終わってみればポイントを持ってる宝子さんの大暴れとなりましたうそうですねいかが宝子さんあの戦う前から、はい、あのこういうふうに打つぞって決めてたと思いますね、はい、じゃないとあそこまで攻められないので、はい、のもうここで突き抜けられなかったら優勝,優勝はないぞっていう,う、まあ、それがすごい今、まあ、現れてた一局ですねはい、はい、お見事な。 半、えー、んちゃんだったと思いますさあこれで宝古、えー、選手春選手の両名は,は、えー、打ち終えということでスコアが確定いたしました、えー、次回予選は最終戦になります対局メンツが和吉和山以上の3選手での対局になります えー、まだポイントの集計などが、えーまあ、こちらの運営の方では行われていないんですが、まあ、現実的には一吉さん VS 岡部さんそうですねという感じになりそうですそこに塹王ヤマがどんないたずらをしてくるのか、はい、は最終戦もぜひご期待くださいそれではこの辺で放送を締めさせていただきますありがとうございましたさようなら